はい、こんにちは、クラウンの野田です。今日はあの声だけの出演ということで、前回ね、健吾部長と、現場の井上部長の VS、技術対決をやって、で、まあ、何人かからそのデスクってどういう仕事してるのっていう、メッセージもらった。あ、だったらちゃんとご説明しとかなきゃいけないなって話で、今回はそのデスクの3人に集まっていただきました。で、3人からデスク その仕事、まあ、簡単にこんな仕事してますよっていうのを、お話しいただければいいかなと思います。じゃあ一応左からご紹介していくと、イトチュン、そして、ケンゴ、そしてモンドで、モンドが初めて出る。イトチュンは佐々木くんとその、社内の悩み答えてみたよく出てくれてる、知ってらっしゃる方です。ケンゴはこの前の部長さんですね。イノと対決で、モンドが、今回初出、まあ非常に高身長の3人が、揃って、まあ、かっこいい感じでね、画角も収まってると思いますけれども、じゃあそんなことでデスクのお仕事を聞いていきたいと思います。それでは行ってみましょう。それじゃあ早速聞いていきたいと思います。デスクの仕事お願いします。はい、はいはい、皆さんこんにちは、デスク部署の太田と申します。よろしくお願いします。内容としては、営業の方たちが受注した内容に基づいて、まず一つは図面を描く仕事ですね。図面を、これはすごく重要な仕事になってきます。で、それをもとにメーカーさんに発注します。まあ、受発注業務が次に大事になってきますね。で、それからそれを現場に収めるためにいろいろこう工程を組んだりします。この現場には誰がいて、職人さんを誰を手配してとかいった、いろんなこの緻密なこう、なんていうんですかね、スケジューリングをしていきます。緻密なスケジューリング大事ですね、はいはい、他にはそうですね、あとは配送依頼ですね。まあ、トラック、まあ、どれぐらいの物量があってそれをいつ届けるのかとか、まあ、効率的に届けるにはどういう、アレンジがいいのかっていうのをやってます。お客さんのその要望と実際その現場のその進行具合と、まあ、いろんなことを加味してその配送って、実は現場とかの作業の場合、特にリフォームとかっていうのはすごく大事になってくるよね。配送のそのとりあえず送りゃいいって話じゃないと思うんですよね。あとは、まあ取ってきた受注の数字管理とか、あとはお店のこと全体の管理っていう感じですかね。まあ、うちのデスクはあらりも見てるんだっけ。そうです、あらりも見ております、はい、そうだから営業ってさ、どっちかっていうとさ、やっぱり受注を取りたいっていう、なんかこう野生のなんかこうね、パワーで頑張るんだけど、まあ、取りたいがゆえにこうちょっとあらりがね、怖かったりするんだよね。そうですよね。だからそれをうまくこうあらり管理していくっていうのはデスクの仕事になる。はい、あとはどうですか。そうですか。 あとはですね、フランスのロッシュボボアっていうブランドの、はいはい、まあ、海外から家具が来ます。コンテナで船に乗ってくるんですけど、その船がついてコンテナから家具を出してから検品をします。あ、で、まあ、6ヶ月ぐらいお客様に待っていただくんで、うん、まあ、ちゃんと壊れてないかとか綺麗な状態で来てるかっていうのをチェックして、そこで初めてお届けが可能になる。それもデスクか。そうですね、それもデスクの、あと在庫を管理してますね。そうです。あとさ、イトチンのさ、社員の悩みを聞いてみたじゃないけどさ、はい、営業とさ、その現場とさ、割と中間にいるからさ、いろんな情報入ってくるよね、人のね。そうですね。だから割と真ん中にいて、社員状況をうまくこうバランス取ってるっていう仕事も、まあ業務ではないんだけど、付随して多分あるんじゃないかなと思って、その辺どうですか。あ、そうですね。ですね。特に伊藤さんとモンドさんは本当に人の面倒見がいいので、うん、もう後輩から先輩からもこういろんな質問が来る2人ですね。特に両ウィングっていうか、そうですね、MF ミッドフィールド。
ダブルボランチ。すごい疲労してると思います、ね。二人から。ディスク部署はですね、やはり営業の方が右脳だとしますよね。すごく野生をこうむき出して数字数字ってこう言ってる方ですね。まあそれはもう会社のためですから、もちろんそれがないと会社っていうのは経営できませんので、フォワードもそうだよね。すごく大事なことです。ゴールだけ見てる、ゴールだけ見てる。で、私どもはやはりその俯瞰でこう少し俯瞰でですよね、前線でこうすごく散らかってないかとか、ボールがちゃんとこうね右から左に行ってるかとか、ちゃんとこう把握しながらも頭をすごく使って、失点を、まず失点をしないですよね。失点をしないようにすごくこうディフェンスラインも重要ですよね。すごく見ていて、でまあいわゆる頭を使って仕事をしているというところだと思うんですけど、それを言いたくないのは、頭使ってるんだぞっていうのが、まあでも実際そうなんだよね。フォワードが野生なら、なんていうか、デスクは理性みたいなところが確かにあるかなとは思う。まあでもあれだね、ちょっとこれうちのフォワード陣が見たらなんていうかなっていうのはありますよね。うちの営業が、まあ多分はってなる可能性はある。まあそしたら対決してもらいましょうか、またね。実際やったじゃん、現場対デスク。ああまあ、営業 VS デスクなんかも面白いんじゃないかなと思います。理性対野生。まああれですよね、望むところです。まあ、負けない、負けないでしょ、ね、負けない、いただきます。わかりました。じゃあ、まあぜひ企画したいと思います。はい、まあじゃあそんなわけで、今回は、デスク部署から、3人を、2人、3人ともさ、サッカー、はい。まあ剣道ですけど、ね、剣道サッカー大好き。サッカー、だって息子さんがね、そう、こう本格的なサッカーやってますね。はい。そっかそっか、3人ともサッカー。なるほど。だからサッカー、例えば多かった。まあそんなわけで、デスクの今回はご紹介となりました。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。